アニアシリアはドイツのソプラノ歌手。わずか10歳で舞台に立ち、一種の歌姫伝説的な半世紀を超えるキャリアにおいて、ワーグナーをはじめとする広大なレパートリーを築き上げ、歌唱はもちろんのこと、オペラ役者としても結出した能力を持つ歌手の一人として知られる。名前の日本語表記は特に確定しておらず、例えばアニアシリアという表記も見られる。アニアシリア、 本名アニャシリア・レギーナ・ラングバーゲンは1940年4月17日にベルリンで生まれる。青年月日については1992年観光のシングルオブ・オペラ辞典など多くの権威ある書物では1935年4月17日としていたがニューヨーク・タイムズ専属の音楽評論家アンソニー・トン・マジーニが2007年に行ったシリア本人へのインタビューの際にシリアが 人々は私に余計な5年を付け足したとし、証拠として1940年4月17日と記されているパスポートをトンマジーニに見せている。またトンマジーニによるインタビューの前にもシリアが1940年生まれであることを認識して書かれた記事もある。役者を両親に持ったシリアは祖父に指示し、早くから音楽の才能を見せる。 10歳で初めてコンサートに出演し、振動として注目される。やろうと思えば、シャーリー・テンプルのようにハリウッドで子役として活躍することも可能だったが、祖父がこれを断った。それでも、シリアは戦後のドイツで有名な存在となった。振動時代はおよそ5年間続き、大人のレパートリーを次々に歌ったが、プッチーニのトスカと蝶々夫人、ベルリ、 椿姫、リハルト・シトラウス、ナクソス島のアリアドネのチェルビネッタはさすがに無理であった。1956年、シリアは16歳の誕生日を迎えてから間もなく、ブラウン・シュバイクにおいて、ロッシーに、セビリアの理髪師のロジーナ役で正式にデビュー。1959年には、ウィーン国立歌劇場とエクサン・プロバンス音楽祭に、お目見えして、モーツァルト、魔キの夜の女王を演じた。 この頃は、ベルディ、イルトロバトーレのレオノーラ、マスカーニ、カバレリアルスティカーナのサンテュッツァ、オフフェンバック、ホフマン物語の第四のヒロイン、高級からの誘拐のコンスタンツェ及び、コジュファンテュッテのフィオルティージといった役柄も演じていた。1960年、シリアはさらに大きな舞台に立つ。この年のバイロイト音楽祭での演目の一つである、さまよえるオランダ人で、 全体役にキャスティングされていたレオニー・リザネックが突然、音楽祭から去り、リザネックの代役としてシリアが選ばれた。このバイロイト出演を機に、当時の音楽監督、ビーラント・アーグナーと恋愛関係に落ち、ビーラントも、またシリアの才能を認めた。バイロイトでは、ゼンタのほか、ローエン・グリンのエルザ、タンホイザーのエリーザベトあるいはベーヌス、および、 ニュルンベルクのマイスタージンガーのエハの役柄で出演し、バイロイト以外でも、ビーラント演出による、トリスタント・イゾルデのイゾルで、指輪のブリュンヒールで、ベートーベン、フィデリオのレオノーレ、リハルト・シュトラウス、エレクトラとサロメのタイトルロール、さらには、ベールク、ボツェックのマリーと、ルルのルルとして出演した。特に、ルルはビーラントが、生涯の最後に手掛けた演出作品であり、 6年間で36公演、歌ったとシリアは回想する。また、いわゆる、シンバイロイト様式による演出が常に論争を巻き起こしていた、ビーラントの演出にも影響を与えたとも回想し、より人間性を強調するようになったとしている。1966年10月17日、ビーラントはミュンヘンにおいて49歳で急死し、シリアは、ショックのあまり、 ワーグナー作品との距離を置くこととなる。ビーラント旧世の翌年1967年に開かれた大阪国際フェスティバルにおけるバイロイト音楽祭公演ではビーラントが残した演出によるワルキューレでブリュンヒルデを演じたがバイロイト音楽祭への出演は大阪国際フェスティバルでの公演を含むこの1967年が最後となった。バイロイトでは ビーラントが手掛けた作品のうち3つを除いた34公演に出演した。ビーラントを失ったシリアは1955年以降バイロイト音楽祭に出演していた指揮者のアンドレ、クリュイタンスと関係を持つこととなった。ところがビーラントを通じて知り合ったクリュイタンスとの仲も1967年6月3日にクリュイタンスがパリで急死したことにより不運の結末と なった。シリアによれば、ビーラント及びクリュイタンスの訃報を聞いたのは、どちらもウィーンで講演中のことであった。ビーラントとクリュイタンスに死に分かれた当時27歳のシリアは、早い引退をも模索するが、やがて立ち直り新たなレパートリーを加えることとなった。なお、シリアは、パリのクリュイタンスの自宅を後に購入し、そこに住んでいる。 バイロイト音楽祭を含むワーグナーとの縁を一旦止めたシリアは1970年代に入ると椿姫やホフマン物語などを演じたが一連の公演を指揮していたのは当時フランクフルト歌劇場音楽監督のクリストフ・フォン・ドホナーに出会ったその頃のドホナーには25年連れ添った最初の妻と離婚して子供が3人いる男やもめであった ドホナーニとは最終的に1970年代初頭に結婚し1990年代まで連れ添った。ドホナーニとの結婚生活は公私ともに比較的順調であったが1984年にドホナーニがクリーブランド還元楽団の音楽監督に就任するとシリアの生活に変化が出ることとなった。クリーブランドには歌劇場はなくシリアは ドホナーニのファーストレディの座に甘んじた。堅苦しいクリーブランドでの生活に転機が訪れたのは、1989年にグラインドボーン音楽祭から養成され、ヤナーチェクのイェヌーファにコステルに近役で出演したことである。やがてドホナーニと不和になったシリアは25年に及ぶ結婚生活にピリオドを打ってクリーブランドを去り、 前述のクリュイ・タンス旧宅に移った。離婚の直前、シリアは、ドホナーニが当時取り組んでいた、指輪の録音に、フリッカ役で参加していたが、この録音は、未完成に終わった。シリアはあくまで新しいレパートリーの開拓に熱心で、あり、1995年の、グラインドボーン音楽祭では、ヤナーチェク、マクロプロスケの事件のエミリア・マルティ役に挑戦。 55歳となっていたシリアはニコラウス・レーンホフ演出による作品を深く研究し、不老不死の薬の力で337歳になっても生き続けるエミリアを年相応に見せて巧みに演じた。エミリア役は2001年にもグラインドボーン音楽祭とブルックリン音楽アカデミーでも同じクレーンホフの演出で演じられた。また、イェヌーファ・コステルニチカも ロイヤルオペラハウスにおける公演で当初演じる予定であったデボラ・ボラスキが体調不良で降板したため再び演じることになった。この時、シリ合の引退説も流れたものの引退するならなぜイェヌーファの公演の合間にベルリンでのコンサートに出演し、それが終わればイェヌーファの公演にトンボ帰りするのでしょうか。と言って否定した。これと前後して、 オペラの演出も手掛け始め、演出作品には、ブリュッセルでの、ローエングリンなどがある。2009年には、初めて歌曲のアルバムをリリース。2013年に入って早々、シリアは、フランクフルト歌劇場におけるハリー・クプファー演出の、プロコフィエフ、トバクシに、祖母役で出演した。ありがとうございます。